こんばんは。こんばんはじゃねえか。こんにちは。ワドツです。よろしくお願いします。今日は2017年の10月23日、14時です。2時ですね。よろしくお願いします。大輝さんワドツ。いやー、疲れましたね。寝ないで、金杯さんのところ行ったんですけど、10時からだったんだね、面会。8時半に予約取って、そっから時間潰して、公園でプラプラしてて、で、そのまま、金杯さんに会ってきました。ああ、お疲れ様です。いや、結構ね、大変だったわ。メッセージもね、無事に届けることができたんで。おい、先んちょワード2。お疲れ。ワード2でーす。もう僕はこれから、初見さんいらっしゃい。面会、ああ、お疲れ様です、本当に。でも、少しね、確定した情報がつかめたので、安心しました。花火投げなかった。ああ。 ねえ、便所さんが炎上させる、拡散するにはどうしたらいいかっつって、じゃあ花火の作戦で一回炎上させるかって言って、まあちょっとね、やり方は汚いけど、やっぱりその拡散させないと、人が集まらないとね、ダメだろうっていうことで、ああいう手段を取りました。まあ、それで便所さんの枠でやるのがいいだろうっていうことで。まあ、3000人ぐらい行けば広まるかなっていう話だったんだけど、4000人も行ってびっくりだったよね。平日の昼間にあの人数はすごいよな。金杯さんのリスナーさんがね、どれくらい影響力あるかっていうのを確かめたかな、本当に。まあ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 。まあでもね、叩かれるのは覚悟してた、俺ら3人は。特に便所太郎さんが一番叩かれますよっていう。まあ叩かれるだろうね、つって。俺は全然構わないよって言ってた。俺らは巻き添え食らうの分かってた。でもね、ちゃんとリスナーさんが空気伝わってたからよかったよ。いや、占いの本のくだり、本当に笑ったんだよ、俺も。あ、本当だったんだと思って。占いの本欲しがってたよ。なんか、手相が占いたいみたいな。リコさん、お疲れ様です。まあでも、先ほど話した枠に嘘もないし、全部正しい情報なんで。まあ、20日で出てこれるっていうのは良かったよね。辛いけどね。鮫島さんの話はっていうのは、ちょっとよくわかんないんですけど、鮫島さんの話は出たっていうのはどういうことでしょうか？金杯さんから？金杯さんから鮫島さんの話は出なかったですよ。いや、アクリル越しの宙わかんねえわ。申し訳ない。その辺はわかんねえわ。スマニアにブロックされちゃったの。まあ、だけど、なんでその弁護士費用がかかるっていう嘘をついたのか、よくわかんないな。俺、スマニアの枠見てないから、なんとも言えないけど。なんだろう、花火小月がしたかったのかね。ちょっと謎ですね。何の容疑？容疑は、ちょっと待って、メモ取ってあるから。俺が初期やったから、メモ全部取ってあるから。ちょっと待ってね。ブロックされた？まあ、ちょっとね、弁護士費用を私が払わないといけないから、花火くださいだとね、そりゃ、叩かれるわな。
あ、ブロックされたの？それはちょっとひどすぎるわな。俺とかヒカルくんとかさ、便所さんだって今日さ、みんな1万以上使ってんの。多分1万5千円ぐらい使ってんだよ。そう。金かけてさ、みんなのリスナーさんとかさ、金梅さんのためにさ、みんな動いてんのにさ、そりゃねえわな。自分だけ金稼ごうって。ネタにすんのは、まあネタにすんのは別に悪くないけど、配信者だから。ただ、ネタにするっていうかね、金づるにするのは良くないよね。そう思わない？なんか自分の金を稼ぐために人を利用するっていうのは、まあないわな。器物破壊かな？器物破損か。器物破損&暴行ですね。それはちょっとね、なんか、結局金かよってなっちゃうよね。俺ら金づるなのかよっていう風になるわな。みんな身銭出してやってるわけだし。気分は良くないよな。まあまあ、それは自分がやることだから叩かれて当然なんじゃない？器物破損と暴行ですね。で、累犯はないです。一応ね、でも、あれだよ、確定してるわけじゃないからね。20日拘留とかも。一応、金梅さんが弁護士から聞いた内容を俺らは伝えてるだけだから。そうだね、メモいっぱい取ったから。俺が嘘ついてるっていうコメントとかもあったけど、俺らが嘘ついて何にもないじゃん。俺らはメリットないから。いや、障害がつかなかったから、軽いです。ちゃんとメモこうやって取ってきたんで。びっちり書いてあるでしょ。もう、俺はさ、リスナーさんの手紙を届けるのが成立してた。それでいいと思ってたの。俺と金梅さんそんな深いつながりじゃないし、ヒカルくんと太郎さん。で、新野町が行かないから和道さんどうですかって言われて。あ、じゃあ初期やらせてもらいますって言って。まあ、一言二言は話したけどね。待ってますとか。金梅さんも気遣って俺にも話してくれたし、こうやって書いてあるでしょ。ここまでやって嘘つくと思う？ここまでやって。つかないでしょ。もう3枚びっちり書いてあるでしょ。ほら。これを、俺の汚い殴り書きでバーって書いたから、これをメールで送ったの。清書して、文章。便所和戸さん、光、台本してもメリットないよね。ないでしょ。むしろ、金梅さんが出た時にめくれるだけだからさ。ありがとうございます。花火3つありがとうございます。お疲れ様です。いや、結構疲れましたね。正直ね、タクシーで行こうっていうのが結構きつかった。タクシー代とか全部含めて、1万5千円ぐらいぶっ飛んだから、電車で帰ろうってヒカル君に言ったんだけど なんかみんなやっぱタクシー乗るんだね。いや、眠いっす、つって。じゃあ割り勘で行こうっつって。行きがね、1万2000円いかないぐらい、1万1000円で、で、帰りは、俺が払ったのは4000円だった、半分払って。行きがなぜか、ちょっと台風だったから混んでたのかな。初見、今どんな感じなんですかね。あ、何でも質問してくれたら知ってること答えますよ。逆に、みんなが知りたいことを聞いてください。リスナーさんにの、へのメッセージとか、あと、たまちゃんへの要望とか、今後の配信とか、差し入れとか何が欲しいとか全部メモってきたんで。ああ、大丈夫よ。疲れたけどね。もう今日はこの後寝る。今日はこの後寝るよ。ちょっと1時間ぐらい話したら。俺も自分のリスナーさんにさ、金梅さんのメッセージ預かって届けられたから、ちゃんと報告しないとって思ってたから。そう、それはずっと残ってたからね。ワードを見直した。あ、ありがとうございます。まあ、普通に見てくれていいですよ。あ、フォローありがとう。タマさんは取り下げるかどうかじゃなくて、俺らの役割っていうのは、タマちゃんにメッセージが届くようにって考えて、ああいう炎上芸をやったのね。まあ、リスナーさんもね、分かってくれたと思うけど、もう花火100発っつったら絶対金づるかよって炎上するじゃん。で、まあ、ふわっちで3000人いけばいいねっていう話だったんだけど、みんながリツイートとかしてくれて4000人いったから、最初からね、そんなんじゃ花火上がんないのなんか分かってるから。たまちゃんは、出てます。たまちゃんは初日に出てるっていう情報でした。金梅さんの情報だと。
初日にもう釈放されてるんで、たまへの要望、たまちゃんへの要望は、要は取り下げてくれと。もう関わらないこともいいし、要はもう俺と会いたくないって言うんだったら会わないし、壊しちゃったスマートフォン、要は器物破損の件なんだけど、新品を買うと。で、洋服も買ってもいいし、美容室に連れてってもいいと。で、罰金刑を払うわけでしょ、今回。それはもうほぼ確定だから。それだったら、タマちゃんにその現金渡すから、被害届下げてくれたら、いちいちでも早く出るから、もう関わらないのであれば関わらないでもちろんいいからっていう。で、ベンジョさんも笑い半分で聞いたの。セックスはしたいって。したらもういいって。懲りたって。で、配信でももう女ネタはやめるって言ってたぐらいだから、もう相当懲りてる。罰金がいくらなのかは俺らが話すことじゃないかな。まあ罰金刑は30万以下だっけ。まあだから金で済む問題ならいいんだよ。懲役行かなくていいんだから、前科もつかなくていいから。初見さんいらっしゃい。留置所1週間で精神削られまくってる感じですか。その疲労困憊とかじゃなくて、もうなんか出たいみたいな感覚かな。もう暇だよっていうのと、ああもう懲りたわみたいな。だからそのげっそり、もう疲れやつれきってるっていう感じよりも、ああもう辛い、助けて、助けてみたいな、そういう、わかる雰囲気。なんか、うえみたいな、もうオワコンだわみたいな。元気そうなのは元気そうだよ。そう、お金もらった方がたまちゃん、まあたまちゃんはね、そのまあ新品のスマホも弁償してくれるし、罰金刑が自分に入るようなもんじゃん。だから、それ、まあね、気持ち的に許せないって言うんだったらあれだけど、とにかく俺らは、その金梅さんの気持ちを、そのたまちゃんへ届くように拡散させるっていうことだけ。なんとなく伝わった？罰金刑ですね。おそらく。まあ、累犯がつかなかったっていうのがでかいんで。金目当てで怒らせた。ちょっとその辺はわからないかな。お疲れ様です。今日の面会でもね、ちょっとやっぱ聞いてたよ。もうなんかコリゴリだって感じで。コリゴリだって感じだったね。でもまあ、ね、なんか、ああ、なんか、来てくれたんだな、みたいな。ありがとうな、みたいな、こう、ニヤニヤっていうかさ。そんな感じだった。メガホン100個ありがとうございます。金馬さん、痩せてたね。で、なんかこう、なんつうんだろう、こう、髪が長くて。便所さんが似顔絵描いたんだけど、見る。便所さんがね、速攻、なんかこう、どんな感じかリスナーさん知りたいはずだから、つって。写真撮れないんだよ、面会は。あ、だから、弁護士通じて、それも応じるって言ってたよ。もし、弁護士から連絡行って電話出てくれたら、ちゃんと払うって言ってたよ。書面でも書くでしょ。これが、これがね、便所太郎さんが書いた。こんな感じだったね。ちょっと肌荒れてたね。ニキビがでっかいのいくつかできてた。光 るへえって言ってた。オワコンだわつって。そうっすねって言ってた。ばあさん、そうっすね。やばいっすねって。ちょっとこけてたね。痩せてた。メガホン50個ありがとう。金梅が和道は来なくていいのにって言ってた。心の声届いた。やつれてたね。まあまあ、割と、まあまあ、答えてるっつうか、もうコリゴリだわ、みたいな感じ。その、精神的にやつれきってるってわけじゃない。だから、本人がさ、多分、その、懲役行かないの本人分かってるからでしょ。裁判にならないのはもう確定してるから、そんなに心配してる感じではなかったね、本人は。花火ありがとう、ステラさん。ああ、ありがとうございます。金橋さんにちゃんと手紙届けたんで、リスナーさんのコメント。一人一人のリスナーさんのコメントを手紙に起こして、金梅さんに届けたんで。手紙持ってったよ。で、やっぱり手紙が欲しいって言ってたね、とにかく。現金は、まあ欲しいっちゃ欲しいんだけど、なんか、手紙を10トントラックいっぱいになるぐらいよこせってわけのわかんないこと言ってたよ。とにかく手紙だって。で、その次に必要なのが雑誌。だから、もし、金梅さんのリスナーさんがいたら、雑誌、
それから占い系の本、で5冊までしか受け入れることができないから1人1冊でいいと思う。でプレイボーイとかがいいって言ってたね。雑誌はプレイボーイみたいな雑誌がいいっていうのと、占い系の本で小説はいらないって言ってた。中にいっぱいあるから。であと10トントラックいっぱいに手紙をくださいって言ってたね。で面会はいらないですって言ってた。うん、そう。バクソは金の話しかしない。だって国選弁護士で私選弁護士入れますかって言って、ヒカルくんが言ってたけど、いらないって言ってたよ。もう頼んであるからって。もう金曜日の時点頼んでるんだって。だからツバニャンがなんで弁護士私費用を出すとか嘘ついたんだろう。国選弁護士ってお金かかんないんだよね。ネットは見れないですよ。ネットもテレビも見れない。電話もスマホもいじれない。そう。だから雑誌がとか手紙が欲しいの。金前さんはね、多分だけど、確定ではないけど、ほぼ確定ね。ほぼ確定。2週間後、20日交流っていうのになってるから、今7日目なんですよ。まあまあ、2週間ぐらい出てくると思ってください。で、もし、たまちゃんが被害届を下げたら今日にでも出てこれます。いやー、ちょっとね、ひどいよね。え、本当に言ってたの？いや、だから、弁護士費用なんかかからないんだよ。金梅さんは服もいらないって言ってたもん。俺ら服とかパンツとか差し入れしようって言ってたんだけど。だから、とにかく、リスナーさんはタバコとか送っても意味ないから、本を一人一冊ぐらい送るのと、手紙を書いてあげてください。手紙を書いてあげてください。手紙がすごい嬉しいみたいなんで。プレイボーイ入れますよ。プレイボーイ大丈夫です。あれだよ、アメリカのポルノのプレイボーイはダメだよ。あれはただのエロ本だから。日本で売ってるプレイボーイのことね。まあ雑誌、まあ多分プレイボーイ送っちゃう、何冊も同じの届いちゃうから、そういう系の雑誌を送ってあげてください。面会に行ったのは事実です。金曜日の面会、実は金曜日俺とヒカルくん向かってたの。売名になるの嫌だったから二人とも配信しないで裏で動いてたの。8時半に東新宿に待ち合わせして、で電話で予約しようと思ったらもう先約が入ってますって言って、で誰だか分かんなかったからネタにしなかったんだけど、それがツバニャンだったのは本当。中で抜くんじゃないの、分かんないけど。2人で便所が嘘ついて言ってるって言ってた。まあどっちが嘘ついてるか全部分かりますよ。ここまでメモ取ってさ、俺らが嘘つくと思う？ここまでメモ取って、うん、ここまでメモ取って俺らが嘘つく。で、俺らが嘘ついて何のメリットがある？そう。俺らを嘘つきに仕立て上げてるのは誰か考えたらすぐわかるし、2週間後に全部めくれるよ。うん。リスナーさんはバカじゃないよ。リスナーさんを騙す行為は配信者として最低だよ。そこまでして花火が欲しいの。うん、おー、アルイさん、サムネ変えたんだ。いらっしゃい。リスナーさんは騙せないよ。そんなに閲覧と金が欲しいのかな。くだらないよね。俺もヒカルくんもね、便所さんも水に切ってさ、数万円も1万円ぐらいかけてさ、こうやって配信やってんのに。いや面白かったよ。いや入ってきた瞬間スウェット着てたんだけど、ここに丸がでっかく書いてあって、マジックで亀って書いてあるので、3人で爆笑して「何それ？」ってなって、「なんでドラゴンボールなの？」っつったら「バカ野郎、亀有の亀だ」とか言って「なんでドラゴンボールみたいな落書きしてんの？」っつって3人で爆笑したんだよ。ここに「亀」って書いてあるから「バカお前、亀有の亀だ」とか言ってすげえ笑ったよ。3人4人か、金梅さんと弁護さんとヒカルくんと俺で。いや笑うっしょ。だってスウェット姿にここでマジックで亀って書いてあるんだよ。めちゃめちゃ笑ったわ。ねえ、何やってんのみたいな。留置所の中で何ふざけてんのっつってさ、ブロックされた、ちょっとまあやっちゃいけないことをやってるからな。いや金梅さん面白かったよ。あと聞きたいことありますか？また泣いてんの、嫌われる、だから嫌われんだよ。金梅さんへの、ちょっと待ってね、もしもし、
もしもし。もしもし。なんだ。ごめんね。よいしょ。大部屋かどうかは聞かなかったね。うん。腹い。キムさんはまあ、ちょっと痩せてたね、やっぱり。で、懲りてるって感じだった。でもそんなにみんなが思ってるほど、もうダメだ、終わりだ、みたいな感じじゃなくて、ふざける余裕はあったよ。ふざける余裕はあった。爆走の1万円差し入れは嘘で間違いないですか？ですね、僕が聞いた正しい情報を言いますね。ちょっと名前はメモするの忘れちゃったんですけど、とあるリスナーさんから5000円もらった。それ以外はもらってないっていう証言もらいました。いきますよ。金梅さんの言葉ですよ。ベノさんに聞いた名前出てくると思うけど、誰々さんっていうリスナーさんから5000円もらいました。差し入れで。それ以外はもらってないわって言ってた。だから現金リスナーさんから欲しいっていうのが、金梅さんの言葉です。現金とかあるの？って言った。あ、5000円だけもらったって。で、村野さんだ、そう。村野さんから5000円入ったと。で、それ以外はもらってないっていうのが僕らが聞いた正しい情報です。村野さんか。うん、村野さんか。うん。現金差し入れできますよ。書き留めで。はい。だから現金か雑誌か、占い系の本か、手紙。とにかく手紙。うん。で、弁護士は国選弁護士もとっくに頼んであるし、妻にゃんに弁護士費用をお願いするとか、私選弁護士をお願いするわけがないっていう。うん。それは絶対嘘です。はい。国選弁護士の時点でお金一切かからないし、国選弁護士に頼んでて、俺らにも私選弁護士いらないよって言ったぐらいなんで。だから、なんか妻にゃんが裁判費用を持たなきゃいけないっていうのが、どっから出てきた情報なのか、さっぱり意味がわかんないですね。うん。さっぱりわかんないです。フォローありがとう。それはわかんないな。バエさん、携帯使える状況じゃないから。うん。送り先は亀有署の留置課の、山崎誠で多分通るけど、もし不安があるようだったら、差し入れするにはどういう、手紙と差し入れするにはどういうふうにすればいいですかっていうのを、調べてください。はい。多分ネットに情報落ちてると思うんで、本名じゃないと届かないよ。金バエって書いてもダメだよ。本名ね。パンツ、シャツ、靴下、ツバニャン。あ、ごめん、それはわかんないわ。うん。そこまで聞いてない。なんか、聞かなきゃいけない情報っていうのを、俺らも20分しか時間がなかったから、優先して聞いたからさ、そこまではわかんないわ。タマがあんなに金梅さんひどい怪我させたのに、なんで釈放されたの？被害届出されたままだから。おそらくなんだけど、ネットを見てる人はさ、あの状況、普通ね、男の人と女の人が喧嘩になって、先に女の人に手出されたとしても、男の人がやり返しちゃったら絶対男が捕まるっていうのはもう定番なのよ。っていうのがまず一つ。要は女の人に暴力振るわれても、なんていうの、正当防衛とか聞かないです。で、あと動画が残ってるでしょ。あの動画を警察が見た時にさ、金梅さんの前情報を知らないから、あ、この人が DV したんだっていう風になっちゃうのね。で、考えられるのは、金梅さんが多分被害届出してなかったら、まあ、タマちゃんは釈放されるよね、帰っていいよって。多分俺はそうだと思うんだけど。で、多分その線だと思う。で、金梅さんの被害届出したとしても、通らないよね。うん。あと2週間だから、留置所でお金そんな使いますかね？んー、まあまあ、正直ね、お金にそんな困ってる感じではなかったですね。まあ、いただけたらいただけたいっていう感じだった、金馬さん。とにかく手紙と雑誌だって言ってたね。そうそう、動画見たら不利でしょ。だし、みんなが警官でさ、金馬さんのこと知らなかったら、金馬さん、ね、女の子が泣きじゃくったわけでしょ？たまちゃんが。で、この人に何々されましたって言ったらさ、金馬さん逮捕になっちゃうよね。金馬7万円持っていると本当ですか？だから金いらない、つまりに。出たけど、だから金は渡さなかった。ちょっと待って、俺ら金、ちょっと待って、待って待って、しげさんさ、そのコメント本当ね？しげさんのコメントみんな読んで。たまちゃん1万円渡したって自分で言ってたんだよね。で、俺らが「いや、そんなことないよ」って言ったら、急に話変わってない？ 7 万円持ってたからって。1万円渡したってそもそも言ったのツバネヤンなんじゃないの？都合よくない？
俺らはそんなこと言ってないよね。7万円持ってるかどうか俺らは知らないもん。そうじゃなくてツバニャンが自滅しただけなんじゃないの。中でそんな、まあまあ自弁購入とか、あと歯ブラシとか石鹸とかだろうね、うん、どう思う。俺ら別にそんなこと言ってない。俺らはただそのツバニャンを貶めようとかそういうことじゃなくて、金梅さんから聞いた事実だけを伝えてるからね。うん、自分で言ってた？自爆してるだけなんじゃないのって思うよね。爆走いじめないで、爆走いじめるつもりないです、僕らは。はい。ただ、金梅さんから聞いた情報と、ツバニャンが言ってる情報にズレがありすぎてるだけで。はい。僕は別にツバニャンを追い詰めるつもりもありません。弁護士費用は一切必要ありません。バイさんね、まあ疲れてたよ。懲りてた。うん。ただまあ、心配はしなくていいと思う。うん。疲れてたりとか懲りてたり、もうゴリゴリだわ、みたいな感じだけど。別にそこまで精神的に追い詰められてる印象はなかったよ。うん。被害届取り下げ希望は胸が痛んだ。いやもう本当に頼むわ、助けてくれって、本当に3人に向かって、頼むって。もう無理だ、ここはって。頼むっつって。たまにその悪かったっつって、もう被害届下げてくれって、もうあの絡まないし弁償もするしって、ちょっと懲りたわっつってたよ。だから頼むって、拡散してくれって。うん、おそらくとか多分の情報俺言ってないけど、確定の情報を言ってるんだけどいやニキビとかすごかったね、肌荒れてたね。うん、そうだね、たまちゃんに出てこないと伝わらないよね。どうなんだろうね。示談金目当てだったら被害届下げるのが普通だからさ。うん。連絡つかないのはね。台本じゃないっすね。たまちゃんが見てるといいんだけどね。だってさ、ね、被害届やっても罰金払って2週間で出てくるだけじゃん。だったら現金受け取ってスマホ弁償してもらった方が俺はいいと思うよ。1万入れようかって聞いたら7万あるから大丈夫って金ちゃんが言った。初めから妻にはそう言ってたよ。俺はツバニャンを詰めてないよ、別に。あの、言ってる、おかしいねって言ってるのは、あの、弁護士費用がかからないはずなのに、なんで弁護士費用を私が持つことになったっていう発言があったんだろうねっていうことを言ってるの。うん。弁護士から、もちろん弁護士からね、取り下げるけど、弁護士からタマちゃんに連絡が行くの。金梅さんがこう言ってますけどどうですかって。でも、タマちゃんが連絡、弁護士さんの電話出なかったら、意味がない。うん。うん、面会来たのは本当ですよ。うん。このまま取り下げたら反省できないか、このまま2週間過ごして学ぶべき。まあ、それも一つだよね、リカちゃんね。うん。まあ、それらは俺らが口出す問題じゃないけどさ。俺らに、その、金梅さんからお願いしたのは、まあ、俺はこういう気持ちだよっていうのを、もうどうにか、その、タマに伝えるような感じ、タマちゃんに伝えるようなことをお願いされたから、俺らはだから放送でこうやって話すしかできないよね。ああ、わかんないですね。タマちゃんが引退するかどうかはわかんないです、僕は。弁護士は今日決まるみたいです。もう、要は、あの、担当、当番弁護士っていうのがいて、で夜でしょ。夜だから、決めることができない、土日挟んでるから。だから、その、会社の国選の人が来て、国選でこれから決めますって。で、今日決まるって言ってたよ。弁護士は今日決まります。はい。示談したら略して、いや、違う、あの、もう、罰金刑です。確定ですね。うん。罰金刑が確定です。で、被害届取り下げたら今日も出れます、ね。多分。うん。まあ、反省はしてたね。だいぶ。反省つうか、まあ、懲りたって感じだよね、もう。もう女性配信はしないって言ってた。うん。あー、ごめんなさい。どこに帰ったのかはわからないです。はい。初見さん、楽しんでってください。うん。傷害罪ではないですね。傷害罪ではなくて、罪名、正式なの言います。器物損壊と暴行です。器物損壊と暴行です。類犯はないです。うん。俺は淡々と別にツバニャンの肩持つつもりも、金梅さんの肩持つつもりもなくて、ただ俺はその、なんだろう。ただ、その、怒ったことをありのままに伝えるのが、欲しいのは確かな情報だと思うからさ。
リスナーさんが欲しいのは確かな情報でしょ。それをなんつうんだろう、ただ拡散してるだけですね。多分ね、あと2週間後かな、20日交流で6日経ってるって言ってたから、あ、20日交流22日だから、まあ2週間とプラス2日かな。キャスバーにはもう行かないっていうのははっきり言いました。言い方はですね、言い方はちゃんとメモってるんで、待ってください。キャスバーには怖いから行かないっていうのが正しい言い方です。キャスバーには怖いから行かない、うん、あ、ツバニャンとのコラボは断ったって言ってます。はい、ツバニャンから、あ、出てきたらコラボしようよっていうお誘いがあったけど断ったっていうふうに言ってます。まあまあ行くかどうかは俺わかんないよ。本人がそう言ってたっていうことで。ワド、お前、金馬さん出てきた、行ったじゃねえかとか詰めるのはやめてね。本人がそう言ったってことね。キャスバーもいいわ、怖いわ。うん。こんな感じ。配信はどういう配信やるかっていうと、まずね、何がしたいって、出て何がやりたいって俺ら3人質問したんだけど、3人とか便所太郎さんが質問したんだけど、俺らは、まず配信をやりたいって言うと思ったの。それが意外だったのが、タバコ吸うだろう、酒飲むだろう、肉食うだろう、とにかく出してくれよってなって、あれ配信出てこねえなと思って、いや配信やんないのって聞いたら、配信は今考えてねえわって言ってた。それでも俺ら笑った。配信は考えてねえわ、基本的な欲求を満たさないと無理だわとか言って、そう、と思って意外だったんだよね。いや基本的な欲求が満たされねえと無理だわとか言ってなんかそんな感じのニュアンスでね。そう、まあまあそんな感じだろうね。で、まあじゃああえてそのやるとしたらどんな配信しますかって言ったら、謝罪配信、とにかくまず謝罪配信で、で女性配信はしませんっていうことを伝えることだって言ってたね。で、なんつったっけな、いきなりステーキってちょっとわかんないんだけど、いきなりステーキと、で 500g のステーキ頼んでビール3つ飲むと、で祝電が祝電が入るまでとにかくそこで配信をすると。でその後角エビっていう、なんかエビがあんの、美味しいエビがあんのかな、わかんないけど、なんかステーキ屋さんで角エビ食い、角エビがどうのこうのって言ってたね。ちょっとこれはよくわかんなかったですね。 500g のステーキ、ビール3つ、角エビって言ってた。エビうまいのあそこは、うん、なんかそんなこと言ってました。うん、ちょっと俺食べるエビじゃないの、ちょっと俺金梅さんのリスナーあんまり見てないからあんまりわかんないんだよね。そのたまちゃんとのこともあんまりよくわかってないし、まあなんかリスナーさんに言えばわかるってヒカルくんが言ってたよ。角エビって言ったらわかるって言ってた。あ、ソープなの角エビって、なんか角エビってとにかく言ってたよ。風俗なんだあ、風俗行きたいって言ってんだあ、そういうことだったんだ。だからなんか便所さんとヒカルくん爆笑してたの、角エビとか言って。でステーキハウスでエビ食いたいって変な人だなって、俺は一人で角エビって書いてたんだよ。角エビってここにメモしてます。あ、ステーキチェーンなんだ。あ、風俗なんだ。うん、いやもうツバニャンとはしばらく絡まないって言ってましたね。女配信はもうしないって言ってたのと、ツバニャンのツバは断ってるっていう、うん、だから配信は断ってるって言ってますね。あ、ソープなんだ。ごめんごめん。あ、でもメモしておいてよかったね。なんか、エビが食いたいって言ってたよって間違った情報を伝えるところだったから。で、朝と晩はコロッケばっかり。コロッケとか揚げ物ばっかり。で、昼が食パンと牛乳しか出ないっていう。うん。なんか、すごい寂しそうな感じだったね。で、最後の方なんか雑談になって、もう大体伝えたいこと終わったわってなって。で、今までに手紙が7通来てて、すごい嬉しいって言ってました。もっと欲しいって言ってましたね。手紙は7通来てすごく嬉しいって、もっと欲しいんで手紙バンバンくださいっていう。痩せてましたね。で、ニキビがちょっと大きくて。ちょっとね、疲れてる感じだね。で、10日もしなくなるとみんな俺のことを忘れるとか急に言い始めて。なんかこうバッて便所太郎さんにこうやってアクリルボードに近づいて、10日もしなくなるとみんな忘れんだよとか言って、そうっすねそうっすねバイセンみたいな感じになって、なんか
本当のオワコンはこうなるんだよとか言って、なんかそんなことを言ってたね。ネットもできねえ、コメントも読めねえ、本当のオワコンになっちまうわ。投下もしなくなるとみんな俺のこと忘れんだよとか言って、まあ配信会目まぐるしいからねみたいな。いやなんか怯えてたね、うん、大丈夫っすよバイさん、大丈夫っす、盛り上がってますよ、みんな売名してますみたいな感じだったね、うん、サメさんが手紙手紙言ってた、手紙が嬉しいって、うん、手紙と雑誌とあと現金を送ってくださいっていう書き留めで、差し入れでね、そうそう、まあそんな感じかな、あとは、うん、あとはあとなんか知りたいことある？鮫島さんの手紙が届いたかどうかは、特定の名前はない、出てないね。7通の手紙が来たとしか聞いてないです。うん。まあそんなところかな。いきなりステーキ。あ、ねえ、最初の言葉は助けてだったね。第一声が助けて。ヒカルくんと便所太郎さんと俺の顔3人一人一人見て助けて俺らも爆笑あマジかと思ってうー助けてで最後の言葉が最後じゃあお元気でっつったらこうボーっと立ってなかなか出ないの、なんか刑務官も早く来いよみたいな顔してるんだけど、なんかボーっと俺らの方見て寂しいって言ってた。ああ、寂しい。最後の言葉は寂しいだったの。うん。そう。それも全部伝えますって言って、俺はそれを聞きながらメモ取ってたんだけど。もう一度お手紙の宛先をお願いします。あ、宛先は自分で調べてください。間違った情報を伝えられないんで。執行猶予にはならないですね。20日、弁護士さんの話だと、20日は食らうと思うっていう、要は20日交流ですね。はい。で、累犯ではないので、罰金刑になるだろうと、いうふうに弁護士さんから聞いてるってことでした。いや、亀仙人ね、ほんと。スウェットにここに亀って書いてあるから。あと、大丈夫ですか？なんか、知りたいことは。そう、器物破損の内容は携帯電話の壊したってことですね。身元引き受け人はだからないでしょ。身元引き受け人いらないでしょ、うん、まああとはそうだね、たまちゃんがどうしてるかだね。今日で6日目って言ってたね。今日で6日目だからあと2週間と20日か、あの4発の交流があって20日交流だから2日プラス20日なのね。22日間入るから、で、今6日目でしょ？だから、あと、2週間と2日は出てこれないです、マックス。どうなんですかね？ちょっとタマちゃんのことについては僕は、確かな情報を持ってないので、確かじゃない情報は、変な拡散になっちゃうんで言うつもりはないです。そうだね、年内はうまく、シャバで年越せると思います。うん、お疲れ様です、うん、まあでもね、金梅リスナーさんの金梅さんに対するコメントコピペして紙にレポート用紙にして手紙で送ったんで、皆さんのコメントも朝ねいただいたコメントは多分金梅さん今頃読んでるはずなんで、よかったです、リスナーさんの思いを届けられて。嘘じゃなくて、金梅さんは国選弁護士を金曜日の時点で依頼をしてます。で、私選弁護士を断ってます。なので、私選弁護士が必要だっていう情報はありません。国選は無料なんです。だから、30万円なんていう費用は必要ありません。はい、なんでそういう情報が出てきたのか教えてほしいぐらいです。壁 FX さん。僕らはびっくりしてます。ヒカルくんが、ヒカルくんのつながってる先輩が、私選弁護士用意するって言ってますけど、どうですかって言ったら、いや、俺もう弁護士決まってっから、もう頼んであっからいらねえわ、つって。
あ、じゃあ弁護士は大丈夫なのねって言ってて、で、その枠開いたら、あれって、弁護士国選ってどういうことってなったのよ。そう、国選弁護士もう依頼してます。金曜日の時点で。罰金はいくらぐらいになるかちょっとわかんないですね。うん。国選無料です。うん。そういう感じですかね。うん。弁護士費用はかからないはずですね。そうだね、たまちゃんがね、被害届取り下げて現金もらって新しい携帯電話もらって、うん、それでシャラがいいんじゃないかな、うん、国選は無料ですね。あのね、私選の弁護士の費用は20万とは限らないです。弁護士会社によるんです。だから極端な話、自由です、値段は。まあおおよその相場が 2,30 万ってことだろうけど、あの弁護士さんとその人との契約なんで、いくらかかるかっていうのは、あの、決まった額じゃないですよ。弁護士は一人しかつけらんないかな。普通は一人かな。視線の弁護士だと複数つけることあるけど。アンクさんはどつ？金梅はお金集めてくれって頼んでないんだよね。頼んでないですね。リスナーさんから、その、差し入れで現金はありがたいっていう言い方はしてたけど、ツバニャンに頼んだようにはとても聞こえない。そう、現金に困ってる感じじゃなくて、とにかく手紙手紙って言ってたの。まず、何が欲しいって、服いりますとか、なんか欲しいものありますかって言ったら、まず手紙が欲しいって言ったの。で、その後に本って言ったの。で、まあ、現金はどうなのって聞いたら、いや、5000円もらったと。村田さん？村田さんで合ってるかな？間違ってたらごめんね。っていう人に5000円もらったと。まあ、送ってもらえたらありがたいっていう言い方だった。だから、そんなお金お金してる感じではなくて、あ、もし、あの、郵送で書き留めで送ってもらえて、差し入れしてもらったらすげえ嬉しいみたいな。そういう言い方だった。だから、金をくれって言われてない。うん。村野さんがごめんなさい。ありがとう。訂正。うん。弁護士費用リスナーに払ってほしいって言ってた。おー。いや、だからまあ、2週間後にさ、どっちが嘘ついてるかめくれるよ。うん。村野さんがごめんなさい。ありがとうございます。村野さんから5000円もらったっていう。不起訴処分になる可能性っていうかね、金梅さんが弁護士から言われたのが、器物破損の暴行で、累犯はないそうです。で、弁護士さんが言うには、起訴はされないと思う。罰金刑で済むと思う。20日拘留は食らうと思う。この3つですね。いきますよ。起訴はされないと思う。罰金刑になると思う。20日交流は食らうと思うっていう3つです。器物損壊か。器物損壊と暴行です。はい。うん。まあ、累犯ないんで、そこが安心ですね。僕らが気になってたのは、障害がつくかどうかだったんですよ。で、あと、累犯がつくかどうか。これでもしついてたら、おそらく懲役食らうだろうっていう、累犯食らってたら。お疲れ、大変だったわ。うん。そういう感じです。まあ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 、俺は別にツバニャンを問い詰める配信をするつもりはありません。ただ矛盾がないように僕はメモを取りました。はい、メモを取りました。あの、だろうとか、だと思うとかがないように、メモに徹しましたから。で、責任を持って、もう炎上するの分かってたんで、自分の発言に嘘がないように、ちゃんとヒカル君と弁助さんと打ち合わせて、お互い3人嘘つかないように矛盾がないようにしっかりやってます。はい。まあ、どっちを信じるかはリスナーさんの自由です。まあ、裏切られないようにね、正しく冷静にこういうのは物事見た方がいいと思うよ。うん。俺らが嘘ついてメリットある？うん。俺が今回の金梅さんの件で花火くださいとかリスナーさんからこじった一戦でも。俺今日で1万5000円使ってんだよ。うん、そう、1万5000円と時間使ってんだよ。金梅さんのリスナーからメッセージあげるときアイテム禁止枠でやってんだよ。さあ、便所さんが金梅さんネタに花火こじったでしょうか。ヒカルくんが放送やって花火こじったでしょうか。どっちが嘘ついてると思います？皆さん、3人とツバニャンどっちだと思いますか。3人とツバニャン、まあ、信じる信じないは自由です。
面会は録音も写真もできないです。で、電話が殺到してて、警察署も金梅さんも迷惑してました。手紙を送ってください。もう、亀有署にいることは確定なんで、もう問い合わせても無駄なんで、はい。ありがとうございます、エージェントさん。ありがとうございます、花火。よくやった。ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。たまちゃんがいい子か悪い子かっていうのは俺が判断することではないからさ。要は恋愛関係にある二人で起こったことだから、先輩配信者だから、俺が口挟む問題じゃないと思ってる。俺はただあれだよ。みんなに事実を伝えたいだけだからさ。まあ面白くないかもしれないけど、煽りとかなかったり、ポンプとかなかったら。俺は淡々とリスナーさんが知りたい情報を集めてきただけっすね。それが僕の役割だと思ってます。市場を挟まないようにと、自分の感想を入れないようにしてます。便所は何で来たの？ヒカルくんと実は金曜日に行ってたんだけど、ツバニャンが面会したから俺ら行けなかったのよ。で、ヒカルくんと便所太郎さんと新ヤッチョが指名されてたのね。ツバニャンの放送で3人に面会してほしいっていう指名があったのが、便所太郎、新野町、ヒカルくん。だその3人で行くはずだったの。要は俺が外されたのよ。で、俺はそれで構わないってヒカルくんに言ってたの。優先していいって言って。ただ、ヒカルくんが、新野町が体調不良だったの今日。喉壊してて、風邪ひいてて。で、新野町がごめん、行けないわって、寝込んでるわって言って、ヒカルくんが昨日の夜中に俺に電話かけてきてくれたの。新野町が行かなくなったんで、和道さんこの前一緒に行きたがってたんでどうですかって。で、俺はほら金梅さんと深いつながりではないじゃん。何回も会ってるけど、新野町ほど深いつながりでもさ、ヒカルくんとか便所太郎さんより深いつながりじゃないから、じゃあ初期役に徹するっていうことになったのよ。俺が質問するわけじゃなくて、そのメモをひたすら取る、でバンバン向こうが質問する、会話をするっていう。もうずっと俺はカリ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 書いてたの、こうやって。そんな感じです。そう、淡々に。だって俺別に得ないもん。うん。金梅さんのリスナーさんが安心したらいいなと思ってるだけだから。うん。そんな感じです。はい。で、あとね、今日の放送あるでしょ。ツイキャスの放送。あれ、揉めることがないように、僕のパソコンで、録画をしようっていうことになってます。3人で話して、そういう風に、やってるぐらいなんですよ。だから YouTube にアップしますよ、今日の放送。要は後でめくられないように、要はそのちょっと盛っちゃったりとか、嘘の情報流したら注意してくれって便所さんが言ってたぐらい。3人でちゃんと話そうっつって。で、なんで花火100発投げたら話しますって便所さんがやろって言ったのかっていうと、まず金梅さんの願いっていうのが、その多くの人に聞いてもらいたいし、拡散してほしい。いや、たまちゃんにこの情報が届くように仕掛けてくれってお願いされたの。何つか花火とかで釣るかっていう話になって、で、要は花火100発くださいって言ったら炎上するの分かってたから、俺らは。じゃあ便所太郎さんが俺が嫌われ役やるわっつって、で最初に要は炎上させて閲覧3000目指そうって言って3人で。で、もう最初から炎上して閲覧集まったら話すつもりだったの。だからタバコ吸いに行った時に、もう閲覧2400ぐらいになったからそろそろ話そうってタバコ吸いながら言って、そういうことね。そしたら思いのほか4000ぐらいバーっていったから、やっぱ金梅さんのリスナーすげえなーっつって、平日の昼間のふわっちで4000人集まったんだーっつって、愛されてるねーっつって。そうそう、便所さんが嫌われ役買ったのよ。で、便所さんに言われたのが、いや、ヒカルとワドン巻き添え食らうよって、お前らも叩かれるけどいいのつって、全然構わないっすよ、つって。そう。多分リスナーさん分かってくれると思うんで、つって。で、案の定ね、うまく広がったから、俺らとしては、うん。いや、優しいし、考えてるよ。だって下手にさ、やってさ、閲覧2000とかよりも倍の拡散力があったわけだから。俺は別にあれは金梅さんもそれでいいって言ってたし。うん。要はうまいやり方だったと思うよ。うん。そうだね、もう本当に、あとはたまちゃんが気づいてくれるかどうかだね。はい、わざつ。そう、もう、あとはたまちゃん次第。だから、どんどん拡散してほしいね。
あ、俺は出しゃばるつもりなかった。むしろ俺は手紙届ければいいやって思ってたぐらいだから。俺は最初から会いたい会いたいとかさ、金前さんの名前使って売名してるクソどもに嫌気さしてたから。俺はそういうつもりない、別に。今日の閲覧だって減るの分かってるもん。俺は200安定でいいの。できることやるよ。 YouTube まだアップしてないよ。 あの俺の Twitter で告知入れるから、あの YouTube アップしたら、動画見たい人はここ登録しといてください。今日中にあげます。この放送が終わったら、あの上げとくんで、はい、ここですね、ここにあげときます。この放送終わったらアップロードするから。うん、あとなんかみんなが気になったことあったら、もうちょっと僕昨日の夜中からね、みんな寝てないでやってるんで、あの頭痛くて、ヒカルくんもタクシーに寝たし、ベンジョさんもね、新幹線の中で寝るわっつってて、俺もそろそろあれするんで、もしあの聞きたいことがあったら、知ってる情報を流すんで、なんかありますか。弁護士からタマちゃんには連絡行くけど電話出ないかもなって思ったから、俺らで拡散しようってなったのよ。要はもう謝る気もある、要はお金も払う、賠償もすると、で携帯電話新しいのを買う、服でも美容室でも何でも連れてくと、要はもう頼むと懲りたと、要は出してくれと被害届をさせ、あの取り下げてくれれば出れるから頼むと要はその弁護士さんから連絡行く時の伏線だよね。お疲れっす。うん。今来た。誰か簡潔に教えてください。うん。メモ係だから、俺は。うん。メモ係です。はい。たま大阪にいる情報で回ってる。あ、ごめんね。その、不確かな情報は俺拡散するつもりはないからさ。あの、その辺はさ、あの、やっぱり、弁助太郎さんが大阪行ってるし、その辺はごめんね。俺はあんまり嘘とか、あの、間違った情報を伝えるとさ、あのただでさえ詐欺師って言われてるから結構気をつけてんだよおとなしく放送やりたいタイプだからさ。そうそう、罰金払うぐらいならタマちゃん受け取った方が得でしょっていうこと。謝るし、もう関わらないから頼むよっていう感じだね。まあまあ結構懲りてたよ。もうやだわって言って、もう女配信はやめるわって言ってた。うん、こんな感じですね。うん、まあ折よりは外に出たいよな。じゃあ皆さん、ほんと金梅さん心配な人は手紙を書いてください、雑誌を送ってください。プレイボーイとかそういう系がいいらしいです。一人一冊ぐらいでいいと思います。1日5冊しか入らないので一人一冊でいいと思います。あとね、占いの本って言ってました。占いの本、手紙がいっぱい欲しい、雑誌が欲しい、占いの本が欲しい。で、もしよろしければ現金書き留めでね、あの差し入れお願いしますと。3番目に出たのが現金。で、リスナーさんへ、一言。リスナーさんへ一言ください。メッセージするとしたら何ですかって。いけますよ。たびたび塀の中に入ってしまって申し訳ないです。たびたび塀の中に入って申し訳ないです。これがあの金梅さんからリスナーさんへのメッセージです。何の占い？何でもいいんじゃない？なんか手相占いにハマってるらしいよ。うん、もうそれ以上もそれ以下もないよね。たびたび塀の中に入って申し訳ないです。はい、手相送っといた。うん、金梅さんらしいね。で、配信スタイルとしては、あのもう女性とは絡まない、キャスバーは怖いから行かない、スマニャンとは配信コラボは断ってる、で謝罪配信すると。うん、差し入れは直接送れますよ。要は、亀有警察署の留置課。あの、電話はやめてって言ってた。もう、問い合わせがすごいらしい、毎日。電話も面会も迷惑だって。いらないって。で、もう要は、ね、2週間ぐらい出れるから。それは確定だから。
弁護士もいらない、面会もいらない、電話もいらない、もう、もうあの警察署も迷惑してた。だったら手紙か現金の差し入れか雑誌とか本とか、うん、それでお願いします。今井さん、なんだろう、ルイも痩せてた。金梅さんはだからこんな感じだったよ、はい、金梅さんこんな感じです。はい、皆さんキャプチャータイムです。はい、皆さんキャプチャーしていいですよ、はい、こんな感じでした。これ便所太郎さんの絵ね便所太郎さんの絵です。はい、キャプチャーどうぞ。 OK ですか、 OK ですか、キャプれました、はい、OK。 山崎誠容疑者いやでもね、結構ね思ったより痩せてたよ。ちょっとあれってなったもん、うん、結構痩せてた、うんうん、いやなんかね前髪が降りててちょっとかっこよかったよ。色男っぽかった。年内っていうか2週間後には出ると思っててください。2週間と2日、うん、質問。3人は玉が被害届を取りされるのは当然というスタンスなの？3人はっていうか僕でいいですか、シャリシャリシャさん、僕の意見でいいですか。なんかそこは別に便所太郎さんとヒカルくんと打ち合わせたわけじゃないんで、僕の気持ちを言いますね。被害届を取り下げるのが当然とかは僕は考えてないです。なんでかっていうと、二人の問題だし、裁判所が決めることだし。うん。ただ、俺はどう思うかっていうと、金梅さんはこう言ってるよ、玉ちゃん。金梅さんはこう言ってるから耳を傾けてねって。あとは自分で判断してっていう。わかる。そのなんつうんだろう、呼びかけてる感じかな。あのなんて言うんだろう、金梅さんは出たがってるし、お金も払うって言ってるし、あの新品ちゃんと弁償するからこうだよって言ってるよっていうのを届けたいっていう感じ、リスナーさんとタマさんに。 OK で、被害届を取り下げるかどうかとかは裁判所が決めることだし、正直男と女の問題だから俺らが口挟む問題じゃねえわ、子供じゃねえんだからでしょ、うん、知らねえわ正直知らねえわ俺、うん、どっちが正しいとかも言うつもりもないし、ただ金梅さんをネタにして閲覧を稼いだやつ、金梅さんがどうのこうのって言って閲覧を稼いでた生主はクズだと思うし、金梅さんをネタに花火を引っ張ろうとした配信者はクズだと思う。これからそいつらはもう配信者として終わったと思ってるね。俺は正直クソだせえと思ってる、ずっと批判してるけど、うん、あの金梅さんが求めてるのはそこかなって、リスナー、金梅リスナーさんが求めてるそこ、金梅さんリスナーが知りたいのは正しい情報とかどうなってるかじゃん。それをもてあそんだり、あの配信者は潰れると俺は思ってる。それは金梅さんのリスナーとか、そのリスナーを舐めてる行為だから、そう、それは自分で配信者として今後ね叩かれるだろうし、干されるだろうし、うん、うん、それはもう自分で帰ってくると思うよ。俺も配信ね、うだつ上がってるわけじゃないけど、大手ではないけど配信は5年やってるから、うん、そう、リスナー狙い、要は閲覧狙い、花火狙い、くだらねえ、うん、気持ちで動いてねえやつは仲間じゃないと思ってる。これは仲間っていうのは金梅さんに対する仲間っていうんじゃなくて、リスナーさんを侮辱してる行為だと思うよ。うん。リスナーさんはそんなバカじゃないから。うん、舐めるなよ。あの仮想配信者ども、舐めるなよ。うん。それ全部自分に返ってくるから。うん、と、僕は思ってます。はい。うん。以上です。あ、メガホンありがとう。そう。そういうのは後々来るよ。うん。ああ、まあ、金梅さんはね、正直ね、何も思ってないよ。騒げ騒げって思ってるけど、金梅さんのリスナーは気持ちよくないよね、正直。うん。金梅さんのリスナーさんは裏切られた気分だと思うよ。俺はカスだよ。うん。おい、アリスさん、こんにちは。俺は自分で大手だと思ってないもん。全く関係ない、俺は。俺はただの、あの、メモ係だから俺はただのメモ係、うん、金梅さん、何が知りたいですか？全然もう少しで枠閉じちゃうんで、あと30分ぐらいで枠閉じるんで、あの、聞きたいことがあったら僕が知ってる情報は全部話すんで、
あと30分で終わりにします。もしよかったら質問してください。知ってることは全部答えます。そうです、メモ、メモラーです、メモラー、初期係。たまちゃんのことはパコりたいとか思ってないよ、もう正直。要はもう出してくれと、もう関わんなくてもいいと、もう許してくれと、今回の件水に流してくれと、金も払う、弁償もする、うん、で、あの弁償太郎さんが冗談で、じゃあパコりたいのとか、でもパコりたいんでしょみたいなこと言ったら、いやもう女配信はしねえわって、女は使わねえわ、爆走も断ってるわっていう感じだった。ちょっと本当にもうコリだわみたいな本当にコリゴリって感じだった。女はいいわもうみたいな、そんな感じ。うん、金梅さんが手出してるとか手出してないとか、その辺はごめん、俺らの問題じゃないわ。事実として捕まってるっていうことしか、うん、言えない、うん、実験にはなりません。実験にはならないっていうか、俺は裁判官じゃないから、ごめんね、言い方を正しくします。金梅さんが弁護士さんに言われたことね、金梅さんが弁護士さんに言われたことをそのまま言います。罪名は器物損壊と暴行です。器物損壊と暴行で、累犯はつかないって言われました。累犯はつかないで、起訴はされないと思うよって弁護士さんは言ったと思う。あ、起訴はされないと思うって弁護士さんが言ったと。で、罰金刑で20日は、食らうと思うよって、こういう風に言われたって言ってました。わかります？起訴はされないと思うっていうのは、俺が思うって言ってるわけじゃなくて、弁護士さんがそう言ってるってことね。 OK、 うん、器物損壊と暴行です。で、あの俺らは裁判官ではないから、実際あったかどうかっていうのは本人しかわからないことじゃん。だから俺らが言うことでもないし、それは裁判官とか検察とか警察の仕事だから、それは俺がどうこう言うことじゃないと思ってるんで、あのコメントは控えます。うん、あ、よすみてさん花火ありがとうございます。 OK ですか。たまちゃんの携帯壊したのが器物損壊です。そうです、うん、他に、起訴猶予じゃなくて起訴はされないと思う、不起訴です。弁護士さんの見解は今のところ不起訴だから、20日で出てくるっていうのはそういうことです。罰金刑ってそういうことです。累犯はね、同じよ、要はね、1年前にツバニャンでパクられてたでしょ。で、要はあれと同じ事件だって言って、要は何回も同じ事件繰り返してるやつって罪が重くなるのを累犯っていうのよ。で、傷害がついてたら危なかったの。傷害がついて累犯っていう扱いをされたら、もう多分1年間か1年半ぐらい実刑食らうだろうっていうのが俺らの読みだったんだけど、要は器物損壊と暴行って軽い方の罪なのよ。で、累犯ではないっていう判断をされてるっていうことは、あの要は同じ犯罪ではないっていうことだから、だから罰金刑で済むだろうっていう弁護士さんの考え、うん、そう。警察呼んだのは鮫島さんかどうか、ごめんなさい、分かんないです、うん、すいません、うん、OK でしょうか。まあ事実だけを伝えますね。そうです、2日4発の後の20日交流なんで、あと2週間と2日で出てきます。今6日目って言ってました。スマホは使えないですね、中に入ってる間触ることもできないです。いや、閲覧は俺の閲覧じゃないから、そこまでバカじゃない。うちのリスナーさん200人未満です。はい、別に浮かれてません。あの浮かれないです。過疎生主というかルーキーではないので、昔だったら美味しいと思ったかもしれないですけど、プレッシャーの方がでかいです。金梅さんのリスナーに立てつくほど俺はバカじゃないです。あの末永くやっていきたいので、10年20年と末永くやっていきたいので、あの配信会で嫌われてますが、 あんなやつもいるよな昔からっていうことで、ぜひあの覚えておいていただけると嬉しいです。金梅さんのリスナーさんを敵に回すほどバカではありません。僕もニコ生出身の配信者なので分かってます。いきなりステーキ出たら、出た瞬間いきなりステーキで祝電入るまで放送やるって言ってました。はい、出たらいきなりステーキで祝電を入るまで放送やると。で、 500g のステーキビール3つ頼むと。で、祝電入ったら角エビに向かうと言ってました。はい、バカありがとうございます。
まあまあ、実刑じゃないさそうなので、そんなにへこんではなかったですね。はい。タマコとの復縁はないと思います。それが物語ってるのがですね、パコリタ、パコるとかもう考えらんねえわ、とか、あと、俺が一番びっくりしたのは、もう女配信はいいわっていう言葉。女配信はもういいわ。つまにゃんとのコラボも断ったわって。いや、もう懲りてるわって。女配信もうやんねえわって。そういう感じだった。だから、復縁とかはないです。はい。はい、ワドツー。メガホンありがとう。この次やったら実刑でしょうね。はい。他に知りたいことはありますか？うん。手紙は7通届いたって言ってました。すごく喜んでました。今までに7通届いたって言ってました。で、今日僕入れたんで8通目ですね。うん、捕まらないです。たまちゃんは。たまと絡むこともないっていうか、女配信、もう女に関する全般の配信はしたくないって言ってました。しないって言ってました。女配信はしないって言ってます。はい。たまちゃんは捕まってないです。初日に、出てったっていう話ですね。今、拘置所も留置所も全部、刑務所も禁煙です。だいぶ前に、法律が変わりました。だから、タバコ吸いたい。要は、放送出たら何やりたいって聞いたら、俺らは配信つけたいって言うと思ってたんだけど、放送出たら何したいですかって聞いたら、まず、タバコ、酒、肉、とにかく出して配信っていう言葉出てこなかったですね。タバコ、酒、肉、とにかく出せって言ってた。で、配信はって聞いたら、配信は今考えられねえわ、つってた。だからね、ちょっと懲りてる感じです。はい。そう、基本的な欲求、基礎的な欲求が満たされないと今はダメだって言ってたね。で、留置所の中で若い子ともう何食うとかそういう話ばっかりしてるって言ってました。で、それを聞いてた、ヒカルくんは、バイさんそうっすね。いいっすねって言ってた。そうっすね、ベイさん。早く出たいっすねって言ってた。光るって言ってた。そんな感じかな。何ですか、また。器物損壊と暴行です。とは何だろう。朝と夜はコロッケばっかりって言ってました、ね。朝と夜はコロッケばっかり。コロッケばっかり食ってるっていうのと、昼飯は食パンと牛乳って言ってました。東京はまずいんだよね、はい。これはあんまり重要な情報じゃないかもしれないけど、やっぱり金梅さんのファンは知りたい情報だと思うんで、朝と夜はコロッケばっかり、揚げ物ばっかり。特にコロッケが多いっていうのと、昼飯は食パンと牛乳って言ってましたね。はい。便所太郎さんとヒカルくんと僕の3人で行きました。じゃがいもが芋食わされてるっていうね。ニキビちょっとひどかったですよ。うん。タマちゃんの行方はわからないです。傷は、どうなんだろう。傷、顔に傷がついてるような印象はなかったね。うん。誰か一人に電話した人？なんだろう？何の話か分かんない。電話はできないですよ。留置所にいる間電話はできないです。自弁はセブン。ああ、分かんないですね。自弁購入はどこでするのか分かんないです。うん、まあまあ、コッペパンかどうかじゃなくて、食パンと牛乳っていう、俺は正しくメモしようと思ったから。もしかしたら金梅さんが間違って言ったのかもしれないけど、金梅さんは食パンと牛乳って言ってました、昼は。探さないの。うんとね、俺らが金梅さんにお願いされたのは、拡散して、たまにこのメッセージを届けてくれと。たまにこれを伝えてくれっていう感じだった。で、その、探すとか追い詰めるとかっていうのはまた別の犯罪になるだろうし。本人が嫌がって余計出てこなくなったら俺らは嫌だから。だから俺らが取った手段っていうのはやっぱり配信者だから、そう、情報を拡散するっていう。そう。そんな感じです。うん、誰でも会えるの？ですね、面会はいらない。電話もいらないって言ってました。要は、留置所っていうか、警察署に電話するのは迷惑なんだよ。
あのみんすごい問い合わせなんだって、うん、すっごい問い合わせだった。もうコリゴリみたいな顔してたから警察官も、だからやめてください。で、面会もいらないそうです。その代わりに、雑誌と占い系の本と、あとトラック10トン分いっぱいに手紙をよこせと正しく言いますね、トラック10トンいっぱいに手紙をください。うん、あとは、現金をいただけたらありがたいと、書き留めで現金差し入れありがたいと、はい、そんな感じです。うん、いや何なんだろうね、なんか占いにハマってるとかよくわかんないこと言ってたけど、そう、正直俺ね、金梅さんの放送あんま見ないからなんかよくわかんなかったわもうなんか占いの本で小説はいらないっつってた、中にいっぱいあるから小説はいらないって言ってた。うん、なんだろうね、占いってなんだろう。であとはリスナーさんに対するメッセージいきますよ。たびたび塀の中に入ってしまって申し訳ないです。繰り返します。たびたび塀の中に入ってしまって申し訳ないです。これがリスナーさんへ、当てたメッセージですね。どうだろうね、うん、うん、あの差し入れ嬉しいと思うよ。うん、手紙がとにかく欲しいって言ってたから、手紙を書くのとあと本一冊ぐらい送るのいいと思います。うん、はい、あのね、本は5冊まで1日入れることができるから、1人が5冊送っちゃうとあれじゃん、だから1冊ずつ送ればいいんじゃない、バラバラので。本のジャンルはあの雑誌でプレイボーイがいいって言ってたけど、多分これ放送で言っちゃうと多分プレイボーイがいっぱい届いちゃうから、なんかプレイボーイ系の雑誌をなんか選んだりとか逆に外したりとかすればいいんじゃないかな。うん、そうそうそう、だからその辺はリスナーさん同士でなんかこう気を使い合ってもいいんじゃないかな。なんかプレイボーイが読みたいらしいですね。プレイボーイとかそういう系の雑誌と占い系の本、小説も漫画もいらないそうです。はい、そう、手紙、お金、占いの本、そう、その辺ね。で特に一番欲しいのは手紙だって言ってた。うん、あ、香水ダメですよ。肉球さんダメ。あの香水って暗号になるから、こういう犯罪の時にあの香水付きは弾かれますよ。検閲で、あの弾かれます。香水は絶対ダメ。匂いつけないでください。うん、あの匂いで、要は犯罪者同士でよくやるのが匂いをつけたりとかして、あとねクロスワードパズルとかもダメなの。なんでかっていうと、この匂いが出たらあの犯人捕まえたぞとか、ヤクザ同士のほら、ヤクザっていうか悪いことした犯罪者同士の隠語に使えちゃうから弾かれちゃうの。差し入れができなくなっちゃいました。あ、まあほのかなら大丈夫だけどね。でもあんまりよろしくないんで、せっかく送ったのにさ届かなかったら意味ないじゃん。うん、だからそれ覚えといて、あのググると出てくるから。ほのかぐらいだったら大丈夫かもしんないけど、結構それ有名ですよ。あの前科3犯の僕が言うんで間違いないですよ。うん、たまちゃんは、要は警察に逮捕されてないので、お咎めはないです。はい。うん。お咎めはないです。金ちゃんに手紙出しました。はい。ちゃんとリスナーさんから、あの、コメントをコピペしたの A4 の用紙にして、あの、ちゃんと届けたんで、今頃読んでると思います。そう。一人の勝手な行動で困るのは金梅さんだからさ。うん。うん。あのね、っていうのもね、肉球さんね、あのほのかなら構わないって言うけどね、それね警察署の判断だったりするんですよ。で東京って結構うるさいんですよ。ネットで調べると出てきますよ、香水つけない方がいいって。確かにね、匂いは嬉しいんだよね。俺も中に入ってたから分かるの、クンクン嗅ぐんだけど、あんまりきつい匂いはダメやっぱり。うん、さすが前科3犯、こういう時に生きたね。うん、そう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 、だからまあそこはね、うん、いや好きではないですね、もう懲りてました。たまちゃんのことは好きではないです。はい、うん、初見さんいらっしゃい。うん、まあまあそれは自己判断でお願いします。
いや、何でも嬉しいですよ、一言でも。リスナーで何年見ても、あのね、質問系は手紙にすると悶々とするから書かない。まず、俺が中に入ってる時嬉しかったのは、今、こういう配信者がこういうことやってますよって、閲覧何人ですよって。で、リスナーさんみんな金梅さんの話してますよとか。要は事実を書いてあると、あげると喜ぶ。要は中に入ってると情報がないから、配信会のことが気になるじゃん。要は、つばにゃんはこういう配信して沸かせてますよとか、こういう、金梅さんのみんなこういうことを言ってますよって。たぶん、ヒカルくんはこう言ってる。ベジョさんはこうやってる。和道はこうやってる。っていう事実を書いてあげるといいよ。そうすると、あ、こうなってるんだって。うん。だから、その、確定した情報と、あとはいつも放送楽しく見てます。早く戻ってきてくださいとか、その自分の気持ちを書く感じ。うん。だから質問系だと、もやもやするだけだからさ。そう。配信のこととか、そういう感じ。手紙の住所がわかんない。亀有の警察署の留置課だと思うけど。で、本名書くのがいいと思う。山崎誠って書くんだけど。でも、俺、その正しく書き方わかんないから、ネットで調べて。面会はいらないっていうことでした。前もって手続きはいります。で、実際すごいめんどくさかったです。8時半に予約して、弁護士さん6時にもう家出てたし、で俺らも7時ぐらいに家出て、8時半に1番に並んで書いて、で荷物の検査全員やって、身分証確認して、で注意事項を聞いて、で今度10時になったら来てくださいって言って、10時でまた荷物検査して、携帯電話を鍵付きのボックス入れて、でメモとペン用意して、俺がもうバーって書いて、みんなが質問まとめてっていう。うん、亀有警察署ですね。なんか亀有警察署に電話することと面会はいらないって言ってました。迷惑だそうです。それよりも手紙が欲しいということです。金梅さんの他には周りには誰か一緒にいるのかな。金梅さんの他にはいるみたいよ。若い子と話してるって言ってたから、独房ではないみたいです。リオさんは駅前にいましたね。銅像が立ってました。妻には面会したのは本当です。本当です。金曜日の面会者はつばにゃんです。独房でないのが良かったみたいね。なんか若い子と一緒にステーキ何食いたいとか、出たら何食おうねって話してるって言ってたから、独房ではないですね。村野さんから5000円を受け取ったっていう、話は聞いたので、村野さんのは受け取ったはずですね。ヤミーから差し入れ来たっていうのは聞いてないです。ただ手紙は7つ来たっていうのは聞きました。3人で1回だけ、1日1組。弁護士費用はかからないです。なんでかっていうと、国選弁護士にもう速攻頼んであって、今日確定するから。視線弁護士、まず俺らはそういう言い方じゃなくて、視線弁護士どうしますって、こっちで用意しましょうかってヒカル君が聞いたの。弁護士、弁護士どうしますか、誰でさんが用意してくれるって言ってますよって言った。ああ、いらねえわ、もう頼んでるわ、今日確定するわ、国選頼んである。あ、じゃあ弁護士いらないのねっていう、もう決まってます。要はだから弁護士費用がかかるって言った人は嘘つきです。スウェットで亀は笑うよね。はい、今日のリスワン狙いの人は何も言ってないっていうのは何のことだろう。アクリル板触って怒られはしなかったですね。ベタベタ触ってましたね。面会は本人は求めてなかったですよ。面会は求めてないです。求めてません。他に何か知りたいことありますか、皆さん。他に何かあれば。俺モノマネ下手だよ。ゆいがさんとうなちゃんマンと金梅さんとひかるくんしかできないよ。うん、いや、タマと示談したら台本と思われるっていうか、台本はないですね。金梅さん側からすると台本はない。うん、いやよな、今回の件はよ、累犯は2よ、累犯は2。金梅はよ、まず器物損壊と暴行で捕まってんだよ。だから起訴は2。
な。で、弁護士は国政に頼んでいくから、うん、罰金刑だよ。似てない似てなかった。二つの罪は認めてるっていうよりも、認める認めないじゃないんですよ。器物損壊と暴行で訴えられてるっていう状況です。要は事実です。似てる？うん。65点か。うん。鮫島さんのことは何も言ってなかったですね。はい。うん。髭は剃ってたかな。髭は、いや、剃ってた。いや、そんな気にはならなかったけど。うん。短く、うん、まあ、6日だからね、剃ってるかもしんないね。うん。そんなにき、ボーボーって感じでもなかった。たまにお金が行くことはない。たまちゃんにメッセージがあるっていうのは、とにかくたまに連絡を取ってほしいって言われたの。で、俺らは連絡手段がないから、放送で拡散するよっていうことを言って、で、スマホ代を弁償すると。で、罰金払うぐらいだったらたまに払いたいと。で、服も買ってやるし、美容院にも連れてやるから、とにかく被害届を下げてくれ、頼むって言われた。うん。なちゃんマンで言う？まあいいよ。いやー、あー。いや、タバコとか、いやよ、ああ、現金がよ、欲しいとかよ、バカだろ、金杯よ、おい、ケビ！ちょっと今日調子悪いな。普段の方が似てるね。うん。9ヶ月はないですね。2週間と2日で出ます。うん。リスワン狙いの虚偽配信、で、通報してやった？誰かが虚偽配信してんの？ちょっと似てる。今日調子悪いわ、うん。はい。そんな感じですね。稲子はね、敵が増えるからやりたくない。最後の言葉は寂しいだね。最初の言葉は助けてだね。暴行したことは事実かどうかっていうのはですね、裁判で決めることなんですよ。要は決めるのは警察とか検察とか裁判官とかが仕事なんで、弁護士とか、はい、僕が決めることではないです。暴行したかどうか、要は容疑者なんですよ今は。わかるかな。だからその罪人ではないのね。うん。だから俺らの素人が暴行したことが事実とかどうこうっていうのじゃなくて、今容疑がかかっていて、それで、警察とかが動いてるっていうことです。で、もし僕がここで暴行があったっていう事実があったら虚偽です。俺が嘘つきです。意味わかる？うん。それを決めるのは俺じゃないってことね。タマに対しての被害届は出してないのか、その要は出して聞かな、要は警察が受理しなかったのかは分かんないです。はい。そう、ヒカルくんみたいですいやだからヒカル、バイセン、元気っすね、いいっすね、弁護士どうしますか、バイセン、みんな売名しますよ、いいっすね。こんな感じの会話だったね。そう、暴行したのっていう、うん、そうそうそう、うん、あ、ヒカル君は点数高いんだヒカル君が一番似てる？三番が似てる。たまちゃんが無傷かどうか知らないよ。わかんない。うん。和道さん、ヒカルくん、太郎さん、仲間意識で行動してくれたの、バンさんに伝わった日になりましたね。いや、別にそういうつもりでやってるわけじゃないから。俺らは。うん。まあ、なんつうんだろう。なんだろう。まあ、差し入れでなんか服とか必要だよねっていう話になって。ヒカルくんに電話して。で、誰が面会行くことになってるか知ってるって裏でヒカルくんと俺は話してたの。弁護士さんとは話してなくて。で、もし誰も行かないんだったら俺のこと連れてってくんないって。もしほら深夜町とかみんなで大手さんでつながり深い人で行くんだったら俺邪魔だからって。で、誰もいなかったら連れてってよって言ったら、じゃあ行こうってなって。で、その日は行けなかったの、金曜日は。で、じゃあなかったことにしようってなったんだけど、深夜町、ヒカルくん、便所太郎さんの3人が指名されたじゃん。ツバニアの放送で3人来てって言われてたよって。で、その3人で行く約束をしてたらしいんだよ。要は俺は外されてるわけじゃん。俺も別にそれでいいと思ってんの。その3人が行くべきだと思って。
ただたまたま新役所が風邪で喉で体調不良で寝込んでて行けないってなったから、あ、じゃあ和道さん行きたがってたから和道さん一緒に行きましょうよって光くんが誘ってくれた。それが今日の流れね。金梅さんは起訴されてるかわからないじゃなくて、今起訴の段階じゃなくて20日交流の段階なんですよ。で、弁護士さんが言うには起訴はされないと思うっていうふうなことでした。うん、花火100本と引き換え？何が？いやいやいや、俺は別にだから、花火100本つっても、弁当太郎さんの枠で上がった花火は欲しいなんて言ってないよ。うん、たまちゃん携帯何台持ってるかわかんないな。うん、20日交流だね。うん、そうそう、ヒカルくんがやっちょと便所さん3人で行こうってなってた。で、急遽体調不良で、その俺が、だから俺はメモ係に徹したのはそこね。もうバエさんと深い交流ないから、俺は。お互い何回も会ってるから面識はあるけど、その、ね、邪魔になったら嫌じゃん。だから便所太郎さんとヒカルくんが喋って、俺がひたすらメモを取ってればさ、いいじゃん。こういう、なんつうの、役割分担ができると思ったから。弁護士費用いくら必要って配信で言った人は嘘ってことでしょうか？俺は嘘っていうか、なんで金を集めたのか、ちょっと意味がわからないですね。うん、花火欲しかっただけなんじゃないのっていう。国選弁護士に無料で対応できるって金梅さんずっと言ってんのに、ちょっと意味がわかんないよね。花火欲しかっただけなんじゃないの。うん、妻にはまあ金曜日に行ってるらしいよ。だから俺が金曜日、俺とヒカルくんとリスナーさんが金曜日に行けなかったのは、つまにゃんがもう予約してたから。あ、その辺は俺らは聞いてない。要はもうなんでかっていうと、捕まってる時点でもうそこ無意味だから、俺らが聞いても。言ってる意味わかる？うん、殴った殴ってないっていう話は俺らがいくら聞いても意味がないの。もう捕まってて、捕まってるのは事実だから。そう。要はね、犯罪慣れしてんのよ。そう、俺ら仲間だって言ってさ、仲間に俺ら殴ってねえよっつってもさ、意味ないじゃん。それ裁判官が決めることだから。うん、今回の件って通報したのは、ごめんなさいニックさん、何のことですか？2週間と2日後だと思ってください。おそらく出てくるのは、あ、ランハゲさん行ったら喜ぶんじゃないかな。面会いらないって言ってたけど。うん、国選無料です。フォローありがとうございます。フォローありがとう。国選もう選んで今日決まるって言ってたね。金曜日の時点でもう弁護士と話して、ただ当番の弁護士で土日挟んじゃうから決定がすぐできるわけじゃないから、で今日決まるって言ってた。要は依頼はかけてるの、国選に。で依頼かけてる時点でもう視線の弁護士は入ってくる余地はない。面会拒否はできます。はい、だからクモンリュウが言った時拒否されてるでしょ。要は選べる。要はね、金梅さんからするといきなり誰々ってやつが会いたがってるぞって、会うかって言われるので、1日1回しか会えないの。弁護士は無限に会えるの、何回でも何時間でも会えるのね、弁護士さんは。だけど普通の面会は1人しか会えないから、家族と会いたい人とか友達を蹴るのよ中で。障害ではないです。はい、器物損壊と暴行です、正しくは。はい、もう一度言います。罪名は器物損壊と暴行です。たまちゃんは出てます、逮捕されてないです。はい、クモンリュウとヤミーが言ったんじゃなかったっけ。あー、メモ係お疲れ様、ありがとう。いや、だから視線弁護士つけようかっていうのをメインに光くんは言ったんだよ。つけてやれよじゃなくて、
ヒカルくんは差し入れをするっていうことと、洗面越しこっち側で用意しましょうかっていう、誰か他にいますかっていうのを聞きに行ったのよ、ピエロさん。そしたらもう決まってたよって、決まってたよっていう報告をしたら、あれって、弁護士つまにゃんが担当してるってリスナーさんが騒いだから、あれってなったの俺ら。いや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 、弁護士はいらないって言ってるよって、そういうことね。要はつまにゃんで揉めてるのは、それは分かんないわ。うん、ヤミーが行った日は裁判所に、まあもちろん俺らは分かってたよ。金曜日か、要は木曜日に行ったんだよ。木曜に行っても会えない、4発だから。うん、いや分からない。だからまずその逮捕されるのに詳しい人は4発の期間に面会なんか行かないから、接見禁止とかついてるパターンが多いから。だから普通4発が解ける次の日、要は4発の後に出てくる可能性があるから、裁判所行かなかったら。だからそこは様子見なのよ普通は。だからなんであの日に行ったんだろう、なんで木曜日に行ったのかが俺らは分かんない。そうそうそう。だからそれ分かる人には分かんのよ。逮捕されたことが家族であるとか、自分が逮捕されたことがある人は4発の時行かないの。行くとしても家族ぐらい。そこは行かない日なの。木曜日は過ぎてないんじゃなかったっけ？分かんない。あ、6日だから過ぎてるか。そうだね、メモあると分かりやすいよね。まあまあ、ちょっと汚い字で申し訳ないんですけど、しっかりびっちりメモ取ったんで、はい。見えます？ちゃんと取ってますよ。はい。メモ、3枚取ってるんで、20分の会話の中で。はい、OK。最後、寂しいって書いてあるでしょ。見える？ちゃんと、裏取ってるっていうか、ちゃんと事実を伝えようと思ったんで、リスナーさんが知りたいのは事実だと思ったんで、はい、OK ですか、いや、ヤミーとクモンリュウがどういう意図でとか本人に聞いて、俺は分からん。タマちゃんは出たって言ってたね。タマは出たよって。面会お疲れ。みんなもお疲れ様ね。なんか大変だったでしょ。でもちょっと落ち着いたんじゃない？実刑になるかもっていう噂があったと思うから。金梅さんリスナーはさ、少し安心したんじゃないかな。それだけで僕は行った甲斐があったと思うんで、よかったです。なんかリスナーさんから今 DM が来た。なんだこれ。ちょっと待って、 DM が来たわ。なんだこの情報。ちょっと DM 来たな。なんだこれ。どうなってんだろう。何この内容。ちょっといいっすか。ちょっとリスナーさんから DM 来ました。なんだこれ。ちょっと待ってね。なんだこれ。どんな内容？何これ？ちょっと待って、みんな。なんかリスナーさんから DM が来た。ちょっと待って。なんだこれ。意味わかんねえ。なんだろう。ちょっと待って、いい？ちょっとごめんね。金梅さんの話なのに。はじめまして、こんにちは。何これ？ちょっと待ってね。何？怖いんだけど。どういうこと？何これ。ちょっと待って、行くよ。はじめまして、こんにちは。先ほどは野鳥の枠に来ていただきありがとうございます。お願いがあるんですが、野鳥のファンクラブに一時的でいいので入っていただけませんか。よろしくお願いします。どういうこと？俺野鳥の枠になんか行ってないし。どういう何これ。野鳥のファンクラブって何？誰や、あなた誰？何、野鳥のファンクラブに一時的でいいので入っていただけませんかって。全然意味わかんないでしょ。空気読んで。全然意味わかんないわ。
俺野鳥の枠行ってないし、うん、何ファンクラブって何これすげえ怖いんだけど、うん、そん何何なの今全然関係ないでしょ、うん、入る、うん、よくわかんないね。こんなメールいっぱい来んだよ、うん、プッシュのアプリの話か。はいはい。なんかテレビに出るとか出ないとかね。うん、入ってみようか。やっちょのファンクラブ入る？どうする？何の話なんだろうね。うん、プッシュのことなのかな。うん、でも俺やっちょの放送になんか顔出してないぞ。うん、全然意味わかんないでしょ。うん、何なんだろう。配信者、俺も登録してるよ。宮内さんの会社でしょ？うん、宮内さんの会社のアプリね。俺ファンどれくらい増えたんだろう。俺ファンいるのかな。プッシュ見てみようか。はじめまして、やっちょの自演なのこれステルスマーケティング的な、なんなの。あ、ファン11人になってる。俺の、俺もプッシュやってるんで、ぜひ僕のファンクラブ入ってくださいよろしくお願いします。フォローありがとう。ミリオンスマイル生で聞けんのかな。僕もプッシュやってるんで登録よろしくお願いします、うん、ランハゲが20日交流ありえないと言ってるよ。あ、そうなの、うん、まあまあ、いや、やっちょの配信コメントしてないけどね、うん、なんだろうね、誤爆かな、誤爆が来たのかな。何なんだろう、全然意味わかんねえわ。全く意味わかんないよね。いや、腹減ったな。何食おうかな、うん、うん、無料でもいらない。あーね、まあまあ、嘘はいつかめくれるから。これ配信者のすごい大手の人に教えてもらった言葉で、今でも覚えてる言葉なんだけど、ね、エミさんってわかる？みんな。漫画家になっちゃった人なんだけど、エミさんっていう大手配信者知ってる？みんな。これエミさんから直接教わった言葉があって、今でもね、それ思い出すんだけど、インターネットの世界では、時間はかかるかもしれないけど、絶対に真実が勝つっていう。だから嘘はいつかめくれる。その場では騙せるけど、インターネットはすごいリスナーさんの数がいて、みんな調べるから、裏取ろうとするから、嘘は絶対めくれる。真実が勝つっていうのがエミさんの言葉。だから私は嘘つかないって言ってた。私は嘘つかない理由はいつかめくれるから。だからリスナーさんには全部正直に話すって言ってたよ。深いよね。俺はその日生活保護をカミングアウトして大炎上したんだよ俺はその言葉が原因で未だに叩かれる嫌われ配信者になったんだよ。嘘はいけないなっつって、生活保護カミングアウトしようっつったら、もう その日から地獄は始まったんだよその日から俺の戦いの日々が始まったんだよ、うん、そう、ネットタトゥーって言われるね。あいわこつー、まあまあ深いですよ。ねえ、幸せそうだよね、今ね、うん。いいことだよ。うん、ねえ、龍神さんもいい人だからね、幸せそうだよね、うん。漫画家としてうまくいってるし、ブロガーとしても成功してるし。そうそうそう、もともと人気生主なの。うん、金梅さんはまあ、ちょっと疲れてたかな。ただその相当落ち込んでるっていうよりも、なんかちょっともう懲りたわみたいな、やつれてたねやつれてたわ、もうゴリゴリだわみたいな、勘弁してよみたいなもういいわみたいな、そんな感じだったね。エミさんたまにやってるでしょ、ツイキャス。たまにやってるよ、たまに。まあ、ゆいがさんが何言ってたのか全然わかんないわ。俺らはずっとなんか、ベジョさんとヒカルくんとずっと打ち合わせしてて、何聞こうとかさ、誰がどの役割やろうとか、
メモワードを取っていこうとかさ、そういう感じだった、うん、ずっと。いや懲りてるでしょ、もういいわみたいな、もう女配信はコリゴリだわみたいな感じだった。あーけさん、アイテムありがとうございます。ありがとう、お気持ち嬉しいです。いえ、なんか良かったです、皆さんにちゃんと情報を伝えられたんで。 ありがとうサスケさん、うん、そうそうそう、エミさんとの絡みは SM の亀甲縛りで、あ、見てくれたの、ありがとう、嬉しいです。結構前だけどね、3年ぐらい前だけどね、そう、嬉しいっすね。8時半ちょうどじゃなくて、もう8時にはいたね。で、便所さんはもう7時半ぐらいにはいた。うん。だからもう相当前から、ずっと警察署でタバコ吸って、俺ら入れるかなとか。うん。そう。で、なんか、金売に面会行くとか、あ、またこいつも売名か、こいつも売名か、ってなって。誰こいつ、ワド知ってるとか。いや、なんかツイキャスバンになってきた子っすね、とか。あ、この人こういう配信やってる人っすね、あ、そうなんだみたいな、なんかそんな感じだったね。うん、スタンバイ長かったよ俺らは。便所さんは朝6時にもう家出てるし、家っつうか店から出てるのか。で、俺らはヒカルくんと7時だけど、やっぱり寝過ごすの嫌だからっつって、俺もみんな寝てないね、寝ないでずっと。あっけさんありがとうございます、パフェモノマネたまにはね、うん、やりますよ、うん。差し入れは手紙をしてきました。朝に、もう行くことが確定した時に、手紙を書くと、俺が。で、コメントとコテハンを、俺がコピーペーストして、全部 A4 の用紙にまとめて、金梅さんに、リスナーさんからのメッセージですって、一言ずつまとめたんで、読んでくださいって言って、差し入れをしてきました。手紙だけです。うん。そんな感じです。あ、 ありがとう、ふうみんさん。ありがとうね。もしよかったらフォローしてください。うん。まあ、一番多分ね、喫水の配信者だから、リスナーさんが、メッセージを送りたいっていうのと、金梅さんもリスナーさんはどう思ってるのか知りたいと思ったから、手紙にまとめて、もし面会できなくても手紙の差し入れはできると思ったから、まあ、貧乏でもさ、やれることはあるじゃん。気持ちで動きたいからさ、俺らは。あ、ひろしさん、アイテムありがとう。うん。うん。アイテムいらないよ、こういう時は。うん。俺らは普段ね、自分の配信で稼がないと意味ないの分かってるから。うん。そう。リスナーさんはそんな甘くないよ。金づるだってね、思われてるって言ったら嫌でしょ？俺も嫌だもん。自分が好きな人がさ、俺のこと金づるだと思ってんの？信頼関係があってさ、面白かったからチップやるよっていうのが正しいと思うよ。うん。あ、ワド今日疲れなーとかさ、今日面白かったから1000円やるよみたいな。メガホンありがとう、ラさん。初見さんいらっしゃい。いや、いや、普通のことだと思うよ。長くやってると分かるんだよ。リスナーさんは騙せないよ。金梅さんはね、20日ぐらい出てくると思います。でも、その、便所さんとか鮫島さんの便乗は愛があるから許されるんじゃないの？うん。そう。まあ、ネタにもするよ。みんながみんな。だけど、その、閲覧が目的、金目的なのか、それとも本当にその仲間意識があるのかっていうのは、リスナーさんは見抜けると思うよ。うん。うん、まあまあ、その、みんながどう思ってるかは介入しないけどね。それぞれの配信者。今度からコメントする。ああ、ありがとうね。風船もありがとう。うん。こんな時にくれくれとか花火何発飛んだとか報告もおかしいかなって。花火は自分のファンのリスナーさんからもらうべきだと思うよ。うん。だってみんなはさ、本当は金梅さんに花火出したいんだよ。そうでしょ？ヒカルくんのリスナーはヒカルくんに渡したいし、金梅さんのファンは帰ってきてお帰り待ってたよって。そう。そういうもんだと思うよ。うん。コンビニ回りしてる？リスワン狙い誰が？通報されたら一発だよ、そんなの。うん。リスナーさんをあんまり甘く見ない方がいいと思うよね。暇ダックさんね。怒るよね。そんな人をなんか出しにして。
リスナーさんが許さないよ。あ、俺はドライだよ、結構。俺は結構ドライ。うん。初見さんいらっしゃい。うん、いや、通報されたら終わりだよ。うん。桃襟が本気でリスワン狙ってる。え、今日メンズデーだけど。え、桃襟リスワン狙ってんの？メンズデー、メンズデー。あいつやべえな、面白いな。さすが桃襟だね。うん、関係ないと。メンズデーでも私は取るって。狙ってるの？ちょっと面白かった、もうどこまで。いや、それはプロだよ。もう、それは、そこまで言ったらプロだよね。逆にかっこいいっていう。いや、面白いね、うん。配信会は愉快だよね。じゃあ、すいません。そろそろ僕も寝ないであれだったんで、たくさん花火ありがとうございました。フォローもたくさんありがとうございます。なんか、フォローしてくれた人に、がっかりさせないように、ちゃんと和道も放送を見る、ね、見てくれる人に、応援していただけるように頑張ります。今日は、金梅さんのリスナーさん、本当にありがとうございました。じゃあ、お疲れ様です。僕は今から寝ます。フォローありがとう。おやすみなさい。お疲れっすみんなありがとうね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。